おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にドラクエタクトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今日はですね、何をやっていくかと言いますと、こちらですね、 S ランクモンスター確定サービス開始記念スペシャルスカウトということで、こちら引いていきたいと思います。ってことで毎日ね、こんな感じでドラクエタクトの動画を上げていく予定です。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローしていただければと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあこちらのガチャなんですけれども、ですね、こちらちょっとまず解説させていただくんですが、期間が1ヶ月となっております。8月の18日までなので、優勝ガチャでね、引くガチャなので、無償ジェムを貯めれば引けるっていうわけでもないのでね、そこだけお気をつけください。で、ピックアップモンスターがですね、キラーマシンとキラーアーマーということで、キラーマシンガチャと同じようなラインナップになっております。はい。これだね、S ランク1体確定で、ピックアップがキラーマシンですね。キラーマシンピックアップということでね、キラーマシンだけだいぶ確率高くなってます。 0.7% だね。 S ランクが 3% のな 3% なので、その中の 0.7 ということでね、約まあ4分の1ぐらいかな、キラーマシンが出てくるということでございます。 S ランク確定の枠でもね、キラーマシンだけ23ということで、かなり高い確率になっておりますので、キラーマシン欲しいよなんて方はね、ここで一発引くといいんじゃないかなと。キラーマシン持ってる方もね、ここでキラーマシン引くことで覚醒できますので、すごいおすすめでございます。はい。でキラーマシンなんですけれども、同じモンスターを重ねてね、ちょっと強化されるところで、1段階強化で、結構大きく強化が入ります。キラーマシンに限らずね、みんな強化が入るんですけれども、どこを見ればいいんやっけ、ここかな、ここだね。この覚醒スキルっていうところだね。10ポイントの時点で移動力プラス1ステータスアップ、プラス虹のモナンメダルということでですね、移動力プラス1大きいね。最後の方まで行くのはだいぶ厳しいんですけれども、最後の方まで行くとね、ヒャド斬り威力プラス 5% なんていう超驚異的な、バフもかかりますので、ぜひぜひですね、キラマ欲しいよなんて方ね、キラマ強化したいよなんて方は、ここ一発狙うといいんじゃないかななんて思います。で優勝ガチャなので、優勝ガチャってなってくると優勝ジェムですよね。優勝ジェムね、同じように、ガチャの他にもですね、このタクトポイントっていうのも使えて、ドラクエウォークやってる方はね、おなじみでね、見慣れたものかもしれないんですが、ウォークやってない方に少し話させていただくと、この下のね、銀色のはぐれメタルのデザインのカードになるんですけれども、ここでね、いろいろミッションじゃないんですけれども、数字を数えていきます。討伐数だとか、レベルだとかね、仲間加入だとか、ここでポイントが手に入って、そのポイントを貯めてですね、それが結局この交換所でガチャのチケットとかと交換できるっていったような形になってます。で、これもですね、優勝で交換、優勝で交換というかね、このタクトポイントカードのメタル版、手に入れることになりますので、なかなかね、ハードといったらハードではあるんですけれども、こっちに使ってもいいんじゃないかなと個人的には思います。ただね、一番初めだけはここで一体も確定で手に入るので、確定はね、引いた方がいいんじゃないかなと。メタルカード手に入れても S ランク1体確定にはなりませんので、そういうところを踏まえるとですね、ここ引いた方がいいんじゃないかななんて思います。はい。でここでですね、そのモンスターの内容が詳細詳しく見れないのがネックではあるんですが、どんなモンスターがね来たら運がいいかっていうところをちょっとお話しさせていただくとですね、まずはですね、火力面でいくのであれば、前回もお話しさせていただいたワイトキングね、あとはニジクジャク、ここら辺が来ると、チームの火力アップにつながるのかななんて思います。1対1の性能で言ったらキラーマシンすごい高いんですけれども、チーム全体のバフを考えるとね、やっぱりワイトキングだったらニジクジャクの方がいいのかなといった次第でございます。あとはスライムエンペラーがね、唯一ベホマラー持ちということで、かなり安定して、クエストクリアできるようになりますので、スライムエンペラーもかなりいいんじゃないかななんて思います。あとはね、自分の持っているモンスターとの、兼ね合いになってくるんですけれども、例えば、二軸ジャクと煉獄長のコラボレーションだとか、あとはワイトキングとアークデーモンとかね、
まあ、グレートドラゴンとカイザードラゴンでもいいですし、そんな感じでですね、バフがかけ合えるモンスターが来るとすごくいいんじゃないかななんて思います。ってことでですね、私が欲しいのはスライムエンペラーだね。まあ、S ランク1体確定っていうことで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14体かないるので、まあ、欲しいのはスライムエンペラー、ワイトキング、二軸クジャク、まあ、1/14。あとはね、あんま強くないんですけど、純粋にカイザードラゴンめちゃくちゃかっこいいので、カイザードラゴンもね、結構欲しかったりします。すごいかっこいい。やっぱりドラクエなのでね、好きな、まあ、モンスター引いて始めたりとか、好きなモンスター引くっていうのが一番大きいのかななんて思います。まあ、私はもうちょっとキラーマシン持ってるので、キラーマシン来たらね、そのまま強化できますし、キラマが来なかったら、まあ、重ねるというよりはパーティーに組み込んでね、 S の数増やすって形にはなるんですが、できればですね、まだまだ初期の方なので、キラマ被るよりは違うやつが来てくれた方が個人的には嬉しいですね。ってことで早速こちら優勝引いていきましょう。ちょうどね3020ジェムということで、ほぼほぼぴったりの数でございます。はい、さあ行きましょう。 S1 体は確定なので、もう1体来てくれたらめちゃくちゃラッキーだね。あとは A ランクが2体3体ぐらい来てくれると嬉しいですね。さあだいぶ長い読み込みをしていく。頼むぞ S ランク来い。ここね、演出はすでにいい演出なんですけど、もう1体確定なのでね。さあキランと光ってふわっと引いて、金が1枚に、お S2 枚来ていく。まずは金1枚目ですね。誰だ、おキラーアーマー欲しかったんですよ。キラーアーマーね、これ一応キラーマシンと同じようにピックアップ入っておりますので、 A ランクの中ではねかなり当たりやすくなっております。さあお次が銀色の板からのシャドウ、ザキザラキを覚えるのかな。シャドウと言ったらザキザラキって感じですよね。さあお次は猫窓、違った、ジャガーメイジ、猫窓じゃないんだ、 C ランクなんだ。へー、ちょっとジャガーメイジは存じ上げないですね。ドラクエあれだよね、結構色が変わって名前変わるのあるから分かんないやつとかいるんですよね。はい、猫窓黄色だっけ。お次は、お悪魔の騎士ですね。悪魔の騎士はね残念ながらもう持っているんですね。まあ、ただ10の覚醒ポイントということで覚醒ランクアップでございます。これが結構大きいよね。っていうか、まあ、1段階目の覚醒アップで、プラチナじゃない、移動速度がね、移動範囲がプラス1になるので、あれが大きいですよね。だいぶ大きいかなと思います。さあお次はメトロゴーストだね。かわいいね、めちゃくちゃかわいいね。このベロがベロンベロンしてるところがかわいいね。いや、すごいクオリティ高いですよね、このゲームのこの 3D ポリゴン。さあ次行きましょう。はい、ブルホーク、暴れ牛鳥と同じデザインだね。暴れ牛鳥が茶色だっけ、それの紫版、うん、かっけ。ドラクエのモンスターってみんなかっこいいんですよね。さあ次行きましょう。お、メーダのメーダロード、お、メーダの強い版ですね。メーダロードは普通にいたよね、確かね。はい、いや、このキモさもいいんじゃ。さあ金色のパネルからのガニラス、 A ランクなんだ。ガニラス、軍隊ガニのあれだよね、強化版だよね多分。はー、さあそれではお次 S ですよ、行きましょう。スライムエンペラー来い、スライムエンペラー来い。お、いいじゃんベスキング。ベスキングはですね、大義系をかなり上げてくれるので、大義リーダーとしてはすごく万能なんですよね。まあ、スライム系が出るんだったらね、欲を言わせていただければスライムエンペラーが欲しかったところではあるんですが、まあ S ランク来てくれただけでもラッキーでしょう。ってことで最後一枠確定でございます。誰が来るかというところではありますが、期待していきたい。来い、おー、いや、めっちゃいいじゃん、二軸クジャク、ありがとうございます。いや、かっこいいね、マジでマジでかっこいいね、二軸クジャク、やばいね。いや、超かっこいいんだけど。いや、さすが獣系、鳥系最高ランクですね。
ってことでですね、今回は S ランク確定ガチャ引かせていただきました。まあね、運が良くですね、まあベスキングも来てくれて2体獲得できたんですけれども、普段はですね、まあ確率まあ 3% ということでだいぶ厳しいところもありまして、まあちょっとね、正直、まあ、手に入らないかななんていうところもありますので、ぜひぜひね、余裕がある方は課金できる方はね、まあ、ここだけでも引いていいかなと思いますし、課金できない方もね、まあ、なかなか多分1体確定って来ないと思いますので、まあ、本当にこれね、スタートダッシュのところでの1体確定だと思いますので、ちょっとね無理して引いてみてもいいんじゃないかななんて個人的には思います。ってことで今回の動画はこんな感じです。無事にね、S ランクが2体来てくれたので、S5 体でパーティーが組めるようになりました。まあ、このゲームね、S5 体でパーティー組めば強いってわけでもないんですけど、まあまあ、一応まあロマンちゃロマンですよね。はい。で、キラーアーマーのいいところはね、ブリザーラッシュって言って、ヒャド系の斬撃特技を覚えるので、まあ、キラーマシンのキャプテン特徴が乗るっていうのはね、いいところかなと。キャプテン特徴じゃないね。うん。リーダー特性だね。はい。すげえ間違えた今が乗るっていうのはいいところかなと思います。ただそれ以外が若干やっぱり厳しいので、まあ、こうやって見るとですね、例えばベスキングとかもベギラマを覚えたりだとか、あとは大義ダメージなんですけど、あとはね、二軸弱も一応光のブレス火炎竜ではあるんですが、メラミを覚えたりとか、やっぱり呪文っていうところが多いので、まあ、呪文系のね、リーダー持っていると一人楽ちんなんじゃないかなと個人的には思います。まあスラムエンペラーのね、ベホマラーがないと、まあ、回復面では厳しいかなとかって思うんですが、一応はホイミスライムとかもいますし、ホイミスライムがね、ホイミを覚えてくれるので、まあとりあえずここら辺で、まあ、クリアしていってもいいんじゃないかなとも思います。ってことでね、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、今回こんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。